どうもナポリタンです。めっちゃ久しぶりの声出し動画になるんですけど、まあ、とりあえずシーズンが終わったってとこで、まあ、その結果報告と、まあ、ちょうど夏休み入ったんで今後、まあ、どうしていくかみたいな感じで軽く話していこうかなと思います。あ、で今これ上のやつはちょっとフレンド募集を今してたんで多分結構入ってきちゃうんですけど、でまあ今期がとりあえず、あ、そっか、これ出ないのか。まだ一回も、裏チャレしか回ってないんで、多分書いてないんですけど、530位ぐらいで終わっちゃったのかな、多分。そうですね、534位で終わっちゃったんですけど、まあでも今期に関しては、その、ムート波形器を使ったのが、まあ最後の方だけで、まあそれまではなんか、ムート波形器の環境があんま悪い、あんま良くないってことで、なんかいろんなデッキでやってたんですけど、まあ、全然上がんなくて、で、まあ、最終日と、まあ、その前日に、まあ、バイトが、まあ、フルであって、で、まあ、で、7-4ぐらいにいたんですけど、まあ、さすがに3桁まで上げとかないと、まあ、なんか気持ち的に嫌だったんで、まあ、その休憩1時間で、まあ、このムート波形器使ったら、10勝1敗ぐらいで、まあ、7-7-5-0ぐらいまで上げたんで、で、まあ、今期はロングなんで、本当に、まあ、自分最多が今、8615なんですけど、まあ、8800近くまでは頑張っていきたいなって思ってるんですけど、そうですね。で、あれですね、バランス調整が多分入るんですけど、ファイボが弱くなるっぽくて、で、まあムート波形器どうなのかなみたいなとこあるんですけど、いや結局多分俺は強いんじゃないかなと思ってて、まだ言うてファイボもダメージが減るとかじゃなくて、まあ、ノックバックなんで、まあ、ラバがちょっときつくなるぐらいに多分ないんで、バルーンかとかがきつくなる以外には多分あんまないと思うんで、まあ、アチャクイモか、まあ、アチャクイモ若干だけど、まあそんなめっちゃ弱くなるかって言われたら多分そうじゃないと思うんで、まあ、とりあえずね、今期もムート波形器で、今期はムート波形器でもずっと頑張っていこうかなと思ってます。マルチの方はで、まあ、これで結果報告は終わりなんですけど、一回マルチ行きながら話していきます。で、今後この YouTube を、まあ、夏休みは本当に頑張っていこうと思ってるんですけど、そのなんだろうな、今日本語となんか外国の例なんか両方今結構ちょこちょこ上げてたんですけど、まあ、それをじゃあ今後どうしていこうかなみたいな思ってて、でも外国人の方に日本語解説とかを上げてるときに、なんか、翻訳の字幕が欲しいみたいな、言われてて、で、まあ、それも考えてはいるんですけど、なんかあれ、ちょっと難しそうなんで、まあ、欄も上げれたいんですけど。なんで今後は、その、今まで通り、何も喋んない、その、マルチの動画の垂れ流しと、あと、ま、その、いい順位取った時に解説するみたいな。それも、ま、二刀流でやっていこうかなと思ってて、今後も。これやばいなぁ。でも相手もやめきってるから、ファイブってギリギリ耐えますね。その二刀流でやっていこうかなと思ってて、でも動画の投稿頻度はだいぶ、上がるかなと思います。休み入ってるんで。まあそんな感じですかね。うん。まああんま、その、外国というか、日本語とその日本語じゃないやつを合わせると結構ごちゃごちゃになって良くないかなとも思ってるんですけど、ただ、両方やっぱりいるんで見てくれてる方が。で、チャンネル分けるにしても、そもそもまずチャンネル登録者が今全然いないんで、分けたところでみたいなとこもあるんですよ。なんで、うん、まあ、両方でやっていくしかないかなって思ってますね。ここは守っていきたいんで、守ります。まあ、左はウッドで落ちるんで、右をちょっと攻めてあげるみたいな感じですね。で、まあ、今期は、まあ、今季はというか前シーズンも頑張ってはいたんですけど、まあ、デッキを、ずっとムート波形器の環境がなんか悪いみたいに言われてたんで、まあ、使うのはあんま良くないのかな、みたいな。でも逆に、ムート波形器じゃないと上がんないっていうのが
あるんで、まあ、今期はロングだしマジでムートワーキーで頑張っていこうかなと思ってますね。ラッコ5打ってやりが死ぬか、ワン・ツー打ってまあ、ギリファイブかな、ここは。やめきってるんで、オッケー。ここ真ん中行ったら、多分墓石かな。オッケー。ここに速攻当てて、こうムート出して、墓石に打っとれ。オッケー。まあ、これもあんま相性は多分良くないんですけど、まあ、序盤のあれなんで勝てたって感じですね。うん、まあそうですね。なんで単純に動画の、ああこれあれかな、ゴレの人かな多分、まあ、これ勝っても負けても別にトラゲの動画じゃないんで、まあ載せるんですけど、まあ、なんで今後は動画の投稿頻度上がるし、その別々に、別々にじゃない、片方に絞るかって言われたらそうじゃないっていうのだけ伝えたかったですね。まあこれ逆サイっていいかな、ボンバー切ったから。そう、ゴレで捨ててくるから、まあ言うてこの多分ゴレは、あでもどうなんだろうな、これガゴムレじゃないんできついのかな、マモンの。どうなんだろう、縦線も切ってるから火力でゴレ溶かせないし、あんま良くないかもしんない。まあさすがに序盤はここで1本いかれたらもう終わりかな多分。まあでもまとめて5打てばどうにかなる気もするけど、まあこっち5打って、打ってこっちに5かな。あべ、ダークに外した、最悪。まあまあまあギリセーフで、ここ入りババ来ても縦線がいれば守れると思います。で結局今これも日本語で喋ってて、なんか外国の人とか多分分かんないと思うんですよ。なんで基本日本語の解説とかが入るときはそのちゃんとした上位の解説とか、ワンチャン字幕も、まあ、頑張って、なんかよく分かんないですけどやり方が、調べてやってみようかなと思ってます。ここ折れきて、まあ、ダクネやな。先にゴレをちょっと溶かしてまとめてファイボっていうのが一番理想的ではあるんで、溶かしたいっすね。で、まあ、やりゴブで、の、ここにファイボかな。メガゴはうざいんで、ファイボって突破すると。やりゴブの良さってやっぱ、あ、で、前シーズン、これなんで最終日これ使ったかっていうと、その、吹き上がゴムで、って形を使ったんですけど、吹き上がゴムレだと AJ マジできついんですよ、重くて。で、このなんでこの形が強いかっていうと、 AJ 出たターンに逆サイにギガーコウモリとかするだけで相手ギガーコウモリって形無視できないんですよ、まず絶対に。なんでそのあーやばい、それそのなんだろう、このヤリゴブとコウモリで回転速くできるし、相手が絶対に無視できないような形も組めるっていうので、なんか何もかもが良かったっすね。やりごこもりの方が。ここは、うん、一回ま、いや、でもダメだな。守れないな。行くしかないね、一回。で、ボアかな、やめかな、多分ここ。そうだね。立ててあげて。まあ、これもヤザップなんでね。きついのしかさっきから来てないんですけど。普通に。まあ、やめ切ったんで、縦線でゴルは溶かせるって感じかな。わあ、それやばい、うまいかもそれ。いやでも意外と守れる気はするけどな。ここもユニットをずらしてあげて、でボンバー処理できるんでね。でここは、あ、メガゴ出してくんだ。じゃあディガ行って、多分スケブなんで、ここはね、む、オッケー、ウッド切ってからまあ、展開してあげて、またゴレなんでね、ここは。後ろかな、多分。
甘いくんだ。ただこれは美味しい。ムートが竹取ってるんで、まあ、5を打って、まあ、コウモリ出させないように。で、逆サイ攻めて、ボンバーがムートに竹取ってから縦線。で、先にボンバー倒してあげて、今ザップ切ったんで、槍ゴブがめっちゃ強い。で、まあ、あとは適当に回してかな。もうディガ5して、よいしょ。OK。勝ちかな。まあ、これも、まあ、ザップで結構きついんですけど、まあ、言うて槍コウモリって、その、アド取られないんですよ。そう、あと、矢なめにコウモリがアド取られないっていうので、強いかな、槍コウモリって形が。意外と。弱そうに見えて、まあ、ラバとかも勝てるし、回転で押せるし、まあ、あとはその、矢なめとかで、ガゴモリだと2アド取られるところが、コウモリだと逆にアド取れるっていうので、強かったりしますね。なんで、今季は、んまあ、様子見てですけど、槍ゴブコウモリもワンチャンありかなと思ってます。またこれスケキャン劇だな。やばいのしか来ないな、さっきから。ムーター合わせていって。あ、違うわ。これなんだ。あ、これあれか。スケラかな、多分。このスケラは、まあ、意外と勝てる。ヤナアメ5のやつだったら。一回逆サイって、多分ザッピーなんでね、ここ。無視してきて、あ、来ないよな、さすがに。あ、やばい。あ、それやばいわ。いや、これやばいな。ヤーメイクや違うな。ヤーメ5だったら、まあ、相性多分良かったんですけど、あ、やばい、それは。まあ、でもこれはムートとウッドで、余裕で守れそう。オッケーオッケー。で、これに対してトリトン。まあ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 。いや、俺最初あの、インドラの、やつかなと思ったんですけど、違ったっすね。まあでも。まあ、ジャイスケだ、なんだろう、何がきつくなるのかな。まあ、今まで槍ゴブの強さが分かんなかったんですけど、この前なんか、ちょっと使った時に、めっちゃ強かったっていう。ここは相手は、何もそうだよね、ハンター切ってくるか。美味しいな、ハンター。待って、俺さ、キョスケさ、強すぎてさ、危な。あ、これ残んねえかな、ムート。微妙。あ、残った、熱っ。熱いな、これ。この前にムートがいるだけで、マジで、相手は処理がだるい。これ、槍セパで受けてあげて、で、ここも今、相手多分、ハンター切ってるんで、そのスケラは美味しい。多分、あ、でも、そうか。ヤーミユキか、これ。忘れてたな。やったかもしんねえ、これ。まあ、でも、これはムートと、ウッドで。あ、オッケー。それは美味しい。処理できるんでね。これ多分、ムートの逆サイに波形強いた方がいい。両サイ散らした方が強そうではある。で、ザッピ来たら速攻5を。打ってあげて、あ、でも、あれか。コウモリ出してから、ムート出して、で、後ろ槍かな。まあ、このユニットをずらしてあげるのは大事、マジで。ただ、ヤーメユキなんでね、これ縦線追加は良くないな。これ、あいついるわ。スケキンがいるんで、あんま良くないかもしれないけど、これは逆サイいきます。縦線側に多分もう一枚切ってくるかな。切ってこなかったら、結構縦線が入る。ここ、波形速攻行ってあげて、まあ、ハンター切ってるんでね、今相手コウモリに対してスペル打つしかないんで、また槍とコウモリと縦線っていう、めっちゃいい感じのユニットたちがいるんで、ただここは、波形延命してあげたい。で、攻めつつ、守りたいんで、しかもこのトリトンそっち来んのマジで熱いな。で、これムート貯めます。ここはで今攻めと同時にディガー投げたんで、こっちのディガーもだいぶ刺さってるっすね。で、ここムート溜まってるんで、まあ、こういうなんかヤナメキとかに対しては、まあ、ムートを貯めてあげるのは結構大事かなと思います。で、ここディガーに対して相手はなんか切んないと終わるんでね、勝ちかな。 OK。 まあ今3戦とも結構きつめの相性なんですけど、まあでも単純に槍コウモリの形が強くて勝てたって感じですね。これが槍吹き矢ガゴモリだったら、まあ、結構やばい。これがあるせいで見れない、きつかったかなと思いますね。矢みゆきと矢ザップと、まあ、ラバなんで、まあ、結構いい感じのあれが試合が見れたかなとは思います。
てな感じで、まあ、今後動画投稿マジで頑張っていくんで、まあ、いつも言ってるんですけど、今回夏休み入ってるんで、まあ、ぜひチャンネル登録の方していただけたら嬉しいです。てな感じでありがとうございました。